源の通る小倉百人一首第十四番、河原の左大臣源通は、平安時代初期から前期にかけての貴族、佐賀天皇の御子、佐賀源氏通る流書代、河原の院、河原の大臣と呼ばれた。母は、大原雅子。人氏明朝の上は五年元服して、正四人下に直除され、上は六年時中に任ぜられる。 ひとし朝ょの城は十五年右このえ中城に、任ぜられると、下唱三年正月に、十三位に除せられ、二十九歳で苦行に列。文徳天皇の即位後の同年五月に、江門忠たに任ぜられて、引き続き武官を務め、最高三年参議に上った。生は朝に入っても、天安四年生三位、上元六年中納言と順調に昇進する。この頃、イボ兄の左大臣、 原神と大納言、友の義雄が不和の状況にあったが、同年冬には原神が、通る、近兄弟と反逆を図っているとの投げ踏みがあり、騒ぎになったという。その後、上岸八年王天門の変が発生して、友の義雄は失脚、原神は老居して出資を取りやめてしまい、結局上岸十年に、原神も自己死してしまった。加えて、この間の上岸九年には、 右大臣、藤原吉宮大納言、平高宗といった大官が相次いで没したこともあってトーは急速に昇進する。上岸12年大納言に上ると、上岸14年には大乗大臣、藤原義久の皇居に伴い、徹は大上官の主犯に立って、左大臣に任ぜられた。しかし、上岸18年自ら東宮風として仕えた。 丁名親王が即位すると、約15歳年下で、大上官の席次も、会の右大臣であったにもかかわらず、藤原元常が、天皇の外席として摂政に任じられたため、トールは上表を出して自宅に引きこもった。元行8年、養勢天皇の上位によって、講子をめぐる論争が起きた際、いかがわ、近き公員を訪ねば、トールらもハべるわと主張したが、 源氏に下った後に即位した例はないとして、元常に退けられたという逸話がある。しかし当時、通るは私老中であり、史実であるかどうかは不明である。なお、高校天皇が即位すると通るは政務に復帰した。その後、高校天皇が崩御すると、天皇の子はすべて親戚に降下して源氏となっていたが、元常は源氏に下っていた。 源の帝政を功績に復帰させて即位させている。打った朝の官票3年間白大将大臣、藤原元常が没し通るは再び大将官の主犯に立った。官票7年8月25日公居去年74。最終官位は左大神珠1位。没後、小一くらいの増位を受けた。紫式部、源氏物語の主人公。 光源氏の実在モデルの有力候補と言われる、道の区国塩釜の風景を模して作定した六条河原の院を造営したといい、ゼアミサ作の能、トールの元となった。六条河原の院の塩釜を仇すための塩は、南場の海の北の塩を組んで運ばれたと伝えられる。そのため、源トールが塩を組んだ古地としての伝承が残されており、天ヶ崎の琴浦神社の祭神は、 源の徹である。また、徹の死後、河原の院は、息子の昇るが、相続さらに、歌上皇に献上されており、上皇の滞在中に徹の亡霊が現れたという、伝説が、本弱物語集、合談章等に見える。佐賀にあった別邸の住処霞館の古地は、京の佐賀釈迦堂西涼寺である。また、宇治に営んだ別邸の地は後に平等院となった。 直線歌人として、古今和歌集、五千和歌集に、各二種ずつの和歌作品が再録されている。小倉百人一種では、河原の左大臣の名で知られる。大江正房の本朝新宣伝には、河原の院大臣侍の名で、千人になり損ねた人物として収録されている。仙道を学んでいるという近所に、自分は、もうすぐ千人なれるが、通るには、 戦骨があるので一緒に、戦挙へ行こうと誘われるが、祭祀に断ってから行くと返答したところ、祭祀に愛情をかけるようではとても先導は、達成できない、と見限られる物語となっている。六国史による、孫卑文脈による、昇の子孫は地方に下って、武家となり、渡辺氏、河地氏などの子孫を伝えている。詳細は、佐賀源氏を参照。 河原の左大臣に関するカテゴリー、ありがとうございます。